僕のこのこれこれって名前がそのテイルズのみそさんがあコレット、そうなんですよ、テイルズシンフォニアのコレットっていうキャラクターから実は来てるんですよ。マジっすか、それは知らなかった。全然もう放送とかで言わないんですけど、これなんでもう今回ちょっとどうしても来てほしいっていうことで呼びました。ガチのやつですねそうです、ゲームのキャラクターからなんか名前取るとキモいじゃないですか。いや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 、すごい愛がすごい。今テイルズファン見てるかな。いやテイルズファンからしたらめっちゃ愛してくれてる人はもう神なんで。めっちゃテイルズがもう子供の頃めっちゃ好きで、その子供の頃にめっちゃ聴いてた曲を歌ってたアーティストさんなんで。いやでもあの、はい、当時、まあ、17から3年間やらしてもらって、もう36歳になってるんですね。あ、全然見えない、やばい。いや37位になるんですよ、何だったら今月。あ、そうなんすか。ちょっとその当時の綺麗なああいう声で歌えるかが心配。ああ、いやでも僕はその年を取った貫禄のある声で聞きたいなと思います。緊張しますけれども、じゃあ過ぎて、じゃあちょっと僕のね、ほんと青春の時にめっちゃ聴いてた曲なんですけども、プレッシャーだね、なんかな、いつものライブの緊張するね。確かに歌いにくい環境ではあると思います、確かに。はいはいはい、立った方がいいかな、なんか座って軽く歌うのあれ失礼ですね。こんなところでちょっと歌わせるの申し訳ないですよ。いやエコーもなしですもんね。プレッシャーだね。エコーはつくです。エコーもなし、はい、エコーもなし、はい、すみません、ちょっとこんなところに。いやアマゾン倉庫みたいな。はい、すごいしか、いやこれがそう好きな曲で、特に A メロのとこが好きなんですよね。あの眠れない夜に聞きたいのは君の声っていうところが、うーん嬉しいそれがすごい好きで、好きなアーティストさんが来るっていう上で、はい、にそのって言ってくださったんですもんね。そうなんですよ、はい、そうなんです。うわもうテイルさんのおかげですね、こうして。うわちょっと青春の頃思い出したわ。いや本当ありがとうございます。こちらこそです。本当に